さあ、第始めました、ぼちチャンネルです。さあ、はい、やってまいりました、はい、神田塩香です。アイドル失格です、はい、よろしくお願いします、はい、なんかアイドル失格です、ダメなやつみたいな一応アメリカ人でございます、ね、はい、日系アメリカ人、はい、1.5 世でやらせていただいてます、はい、なので、前回京都大学の和訳やってもらったんですけど、はい、やっぱり英訳でちょっと英語の力を見せてもらおうということで、ね、あ、こっちが本番ですよ。え、そうですか。日本人からするとやっぱり英訳は難しいわけで、あ、ただやっぱこう日本語を理解しなきゃいけないので、あ、まあ確かにそっちの方がやばいですね。大学院までいたわけです、はい、高校1年までしか日本語補習校には通ってないので、日本の学歴でいうと中卒ですはい、中卒でございます。補習校っていうか、なるほどね、はい、そうですね。土曜とか日曜のね、はい、いや週末だけやるやつですね。週末アイドルみたいな、はい、週末日本人。さあ、うわ難しい、これ中身が、はい、読めますか。そもそも読めます、はい、これは知らない漢字はない。読んでみましょう、はい、日本語。かつての自分の無知と愚かさを恥じることはよくあるが、それは同時に未熟な自分に気づいた分だけ成長したことをも示しているのだろう。逆説的だが、自分の無知を悟った時にこそ今日の私は昨日の私よりも賢くなっていると言えるのだ。まだまだ知らない世界があることを知る、きっとこれが学ぶということであり、その営みには終わりがないのだろう。おお、読めました、はい、さすがアニメとかゲームやってるから。いやいや、そんなにやってないなんかそういうので出てきそうな表現。あー、まあ確かに小説のなんか哲学的な部分には出てきそう。じゃあこれを果たして英語にできるのかっていうことでございますね。まあ理解できてれば、理解はできますね。じゃあやってみましょう。はい、やっぱ日本語と英語違うなっていうのがよくわかりますね、これ見ただけでも。愚かさ、本当にやっぱりだって、ね、え、愚かさ、主語がマジでないね、日本語って。確かに今日の私はとか、うん、あ、でもそれでも主語ではないのか。まあ私はですね、うん、取り立ての女子は、はい、その営みには終わりがないとか。そう、兄弟受ける人たちは単語知ってると思うんだよね、多分ね、一応。言葉自体はそんなに難しくないんですよ。ただその話してるコンセプト自体が結構哲学的と言いますか。まあ、日本語っぽいですね、うん、この言葉が使えてるかわからない。できましたか。はい、できました。ということで見てみましょう。はい、かつての自分の無知と愚かさを恥じることはよくあるが、ここの部分ですね。はい、We often feel ashamed of the ignorance and sinfulness of our past selves にしましたね。ああ、なるほど、ね。Ignorance は無知かな、はい、っていう感じで、で、愚かさをどうしようかと思った時に、はい、ちょっとなんか聖書味をちょっと出し、聖書味、謎の日本語、聖書味。聖書になんか愚かな、なんか子羊よみたいなの出てくるじゃないですか。あれを直訳したら、なんかセナーみたいな。なるほど、罪の方、ね。罪の方で行くのかなっていう感じで。はい、まあいろいろこういうの考えました。シリーの名詞形とかね。あ、はい、あ、そっちですか。とかいろいろありますね。ただこのね、恥じるがあるんでね。恥じる。そう、それをなんで、そうですね。だからそういった意味で、東進はどういう回答にしてるのかな。東進さんは、ああ、ステューピッドにした。そう、だから自分自身は、そのだからステューピリティとか浮かびましたけど、だからそうなんですよ。全然あのそのまま直訳する必要はないんで、別にそういう形容詞に変えちゃって。それを同時には、by at the same time にして、はい、そうですね。はい、at the same time。Noticing our past immaturity is a sign of growth。ああ、はいはいはい、それは、まあ、気づいた分だけっていうのを、あ、気づいた分でサインにしたわけですね。そういう印という風にしたわけですね。こんな感じでやってます、東進は。でこれって結構逆に否定的じゃないですか。 As much as we realize our past maturity、 この分だけっていうの結構否定的に取られてるというか、うん、オンリーでやってますね、うん、それだけしか成長してないっていうのが、うん、結構それから感じられるんですけど、これは結構私は結構ポジティブに受け取ってしまったので、いや、受け取、それで合ってると思いますよ。僕自身はだってそっちのポジティブな意味だと思いましたよ、はいはい、そうだってね、こっちがネガティブでガッてきてるんだから、はい、ポジティブにする方がいいと思いますよ、はい、でもこの past immaturity なんて絶対出せないから日本人には。あ、未熟が immaturity かなっていう。 そうですね、それと past を一緒に使えるとかね、知らない人が。だからここ逆説的にが出てこなくて、さあ逆説的が言えんくて、まあ、conversely にしました。ああ、なるほど、これが使えてるかわかんない。あの paradoxically とかね。ああ、まあ、そういうのも
ていうのがあります、ね、あとはあのカウンターイントゥイティブとかを使おうかカウンターイントゥイティブね、はいはいはい、を使おうかと思ったんですけど、はい、いやでも若干違うかなみたいな、うん、逆説的にっていうのはカウンターイントゥイティブっていうのは逆にあの逆だけど思いつかない意味があるというか、はいはい、そうそうパラドクシカルですねこれね。ちなみにその逆説って難しいんですよ。知ってました？逆説って編集マンたちがよく漢字間違えるやつですね。逆説？はい、逆これがコンバーサリーの方ですね。あーこれはパラドクシカルの漢字が違うんですね、この逆説って。あなんてですね、そうなんですよこれね。だからいつも僕らは英語を教える人間なんでね、この逆説ってこっちを使うんですよよく。でもみんな編集マンこっちで書いてくる、間違ってっていうあるあるなんです。そうですね、逆説難しいですね、はい、日本語で、無知を。でもこれってこっちなんですね。これはパラドックスの方ですね。これはパラドックスの意味なんでだろう。意味でこっちがハワイとかの意味の、これ結構こっちを指してるのかなと思ってて、あ意味が違うんですね。で自分の無知を悟った時にこそ今日の私は、はい、なんか時の方にかけて、はい、The moment we realize our own ignorance is precisely when we can truly say that っていう感じで、あなるほど precisely when で言ったわけか。なるほどね、はいはいはい、それ時にこそっていうのをこうしたわけですね。 でここがすごい迷って、こう言える今日の私は昨日の私よりも賢くなっているっていうのを訳すにあたって、うん、I am smarter than I was yesterday っていうのが多分一番この簡単に言う方法なんですけ ど、でもそれだと、うん、今日の方が昨日より賢くなっているっていう、うん、そのもっと簡単な、うん、日本語訳になってしまうので、うん、この言い回しを使うにはと思って、だから今日の私っていうのがいて、うん、昨日の私っていうのがいるっていう捉え方をしてるので、うん、Today's version of myself is smarter than yesterday's version of myself っていう。なるほど、あこれは絶対日本人には出せない表現ですね、はい、Wiser today than we were yesterday っていうのは、いやでもこうしたら こっちの言い回しとは違うなっていう。おなるほどね、この文学的な表現が消えてしまう気がするんですよ、はい、あ別に入試本番にやる必要はないですからね、はい、英語をかけてるタイプですから、はい、そうですね本当とか、まあ、入試では簡単に We are smarter than とかっていう風にね、そう簡単な表現でね Today と、ね、Yesterday を比べるのでいけちゃうんですけど、はい、でまだまだ知らない世界があることを知る、きっとこれが学ぶということであり、そのために終わりがないのだろう、まあ、これをちょっと順番を変えて、うん、きっとこれが学ぶということを先に持ってきて、はい、Learning most likely is to know that there is a vast world that we have yet to know っていうのが、まだまだ知らないこと、あることを知ることに持ってきて、でこの糸まに身には終わりがないのだろうが、うん、This process is endless。 糸まに身をプロセスとすると楽ですね、はい、ということで、あなるほどね、この most likely をここの位置に置くわけですね、はい、まあ確かにこれ most likely 後ろに置いたらね、この learning is most likely っていうのでなんか違う意味に見えちゃうから、なるほど、こうやって位置を変えることによって、はいはい、これが SVC に見えるように、あ、わかんないですね SVC subject verb、はい、で、え、C は？コンプリメントですね。保護って言われます。ニヤニヤしないで。ということでした。いやまあまあこれはすごいできたんじゃないですかね。はい、逆説できだけ知らなかったけど。いやできたと思います。やっぱりこれがネイティブの力です。ということで、ぜひやってほしい問題があったらコメント欄で待ってます。お待ちしてます、はい、解いてるシーンがめっちゃ短くなってるからどれだけの動画になってるか分かんないけど、はい、はい、ということでございました、はい、ちょっとなんか文学的とか語っちゃったんですけど先生、いやもう大丈夫です、それぞれのソーシャルメディアのやつを、はい、貼っておけば大丈夫ですね、貼っとけば、じゃあ Like, comment, and subscribe Like, comment, and subscribe ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thanks for watching.